どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ちょっとね ANA マイルから離れてしまうんですけども、今回は、プリンスポイント、プリンスホテルのポイントについて、解説していきたいと思います。でこのプリンスホテルのポイントなんですけども、皆さんプリンスホテルってポイントがあるって知ってました？まあ、知ってる方知らない方、まあいるかと思うんですけども、プリンスホテルにも、まあポイントがあって、まあポイントって普通の T ポイントと同じようなね、プリンスホテルのポイントっていうポイントがありまして、まあ実はね、っていうわけじゃないんですけども、ポイントサイトからプリンスホテルってのポイントにね、移行できるんですよね。しかも10日で。まあ10日っていうのは、まあ1万円分のポイントサイトのポイントが、1万円分のプリンスホテルのポイントに、まあ、宿泊券になるみたいな感じですよね。っていう方法が実はあるんですよね。で、先日、私の動画でね、ザ・プリンス桜タワー東京オートグラフコレクション。あのホテルはですね、プリンスホテルと、マリオットボンボイルね、ダブルネームのポイント、ポイントでホテルだったんで、まあ私はね、マリオットボンボイのプラチナステータスを持ってるんで、まあラウンジがホッピングできたりっていうことができましたけども、まあ私ね、プリンスホテルのステータスは持ってないので、まあ持ってる方は、まあもちろんね、そのプリンスホテルの、ステータス特典ももちろん利用できるんですけども、まあ、私みたいにね持ってない方はまあ宿泊するだけにはなってしまうんですけども、プリンスホテルのプリンスポイントを利用して、プリンスホテルに泊まる。で、プリンスホテルって現金で泊まると高いんですよね、結構。まあ、調べてみていただけたら、まあ、セールとか出てたらまたちょっとまた話変わるかもしれないですけども、まあ、一般的にはすごい高くてですね、プリンスホテルのポイントで宿泊した方がはるかにね、お得に泊まれるんですよね。まあ、ですので、まあ、飛行機は、ANA マイルで飛んで、ホテルは、まあ、プリンスホテルのポイントを使ってホテル宿泊みたいなことも、まあ実際にできるっていうことなんですよね。で、プリンスホテルのポイント、まあ品川とか新横浜とかね、新宿とか、まあこの前行った品川も、プリンスホテル、全部で4つか5つぐらいあるんですよね、品川。まあそこに今ありますし、まあ結構ね、日本国内、まあ結構いろんなところにありますよね。で、まあマリオットボンボイのね、ホテル、がないところにも結構あったりして、まあプリンスホテルね、いいですよね。まあちょっとラウンジ等々はまあステータスを持ってないんで利用はできないんですけども、プリンスホテルの、ハワイとかにもね、ホテル持ってるんですよね、一応。ですんで、このプリンスポイントを使って、一応ハワイの、ホテルを抑えることも現実的にはできます。実際にですね、ポイントサイトのポイントのルートの流れなんですけども、まずね、クレジットカードが2枚必要です。2枚。で、まず、ルートを先に行っちゃいますと、ポイントサイトから T ポイントってありますよね。まあ、日本でもね、相当有名な T ポイント。あそこから、こちらを通して、これ JR、JQ カードセゾンっていうこのクレジットカードを通して、永久不滅ポイントにします。永久不滅ポイント。セゾンの永久不滅ポイントってありますよね。それにしてプリンスホテルに交換します。で、先に、永久不滅ポイントに交換するにはこのクレジットカードが必要なんですよね。 JQ カードセゾンで、プリンスホテルのポイントに交換するにはこちらが必要なんですよね。こっちでいいか。こうですね。こちらはプリンスホテルのクレジットカードのセゾンですね。そうするとポイントサイトから ポイントサイトから T ポイントに行って、永久不滅ポイントに行って、プリンスホテルのポイントに行くっていう流れになります。それをする、そのルートを含むことによって、ポイントサイトのポイントがまあ1万円分仮にあったとすると、1万円分のね、ポイントに、プリンスホテルのポイントになるっていうことになります。で、先日、出したプリンス桜タワーですね。私、すぐたまというポイントサイトのポイントを貯めて、プリンスホテルに今回宿泊しましたって動画内で言ったと思うんですけども、以前はですね、そのポイントサイトすぐたまっていうのは、まあ私もね、2、3件しか案件利用したことがないんで、まだおすすめする
レベルではないんですけども、以前はこのプリンスホテルのポイントに10日でね交換することができて、すごいおすすめのポイントサイトだなと思ってたんですけども、残念ながらね手数料がかかるようになってしまって、まあ今現在はねプリンスポイント交換チケットみたいなのね、まあ配布してるみたいなんですけども、まあ別にわざわざそこを使わなきゃいけないっていう、まあ理由はねちょっと個人的には見つからないんで、まあわざわざねすぐたまのポイントサイトを使うんであれば、まあ各ポイントサイトのポイントをまあ T ポイントに変えて、この2つを経由させて、まあプリンスホテルのポイントに交換すれば、まあTポイントってどのポイントサイトからでもTポイントって交換できますんで、まあそういう意味ではすごい楽です。楽っていうか、まあ利用しやすいですよね。まあどっかのポイントサイトだけっていうのはね結構ね利用しづらくなる部分がありますんでね。私が、一度、利用したことあるのは、東京パークタワー東京のクラブフロアっていうのが、以前は2万ポイントで、まあ、クラブフロアっていうのは、まあ、マリオットボンボイのラウンジみたいなところなんですけども、まあ、食事ができて、アルコールがあってみたいな、まあ、そういうサービスが利用できるのがそのクラブフロア特典っていうものだったんですけども、まあ、それはね2万ポイントで、まあ、部屋はそんな大きくないんですけども、まあ、そのクラブフロアは利用できますみたいな感じで、まあウェルカムシャンパンとかね、まあ、ラウンジでチェックインできたりとかね、で夜は食事が、シェフがねその場で焼いてくれるステーキを食べれたりとかね、結構すごいなこのサービスっていう感じだったんですけども、まあそのね特典の2万ポイントはね、2万ポイントのそのクラブフロア特典っていう部屋はもうなくなってしまったんですけども、一応ねちょっとねだいぶ前の動画になるんで、だいぶ、なんていうんですか、クオリティの低い動画になってるんですけども、もし気になる方はね、私の概要欄にその動画、まあ、あとね、ここら辺のおすすめ動画で入れておきますんで、もしよかったら見ていただけたらなと思います。まあ、その部屋も予約できないんですけども、そのパークタワー東京だったり、まあ、その他何箇所かの、スイートルームとかも泊まれるんですよね。このプリンスホテルのポイントって。すごいじゃないですか。スイートルームって。うん。で、そのパークタワー東京の、スイートルームに宿泊しようってなると、まあ2万ポイントで宿泊できたりするんですけども、現金だとですね、25、6万以上するんですよね。スイートルーム一泊で。それが、2万ポイントで宿泊できるんで、まあすごいお得ですよね。うん。ですんで、まあそういう使い方がね、まあできますんで、まあ記念日とかね、なんか特別な時にね、スイートルーム泊まりたいっていう時はね、普通に利用すると、まあ30万とか25万とかするような部屋が、まあプリンスホテルのポイントを使うと、すごいお得に泊まれたりするんで、スイートルームはね、結構ね、いろんなポイント、まあいろんなポイントって言ったら語弊があるかもしれないですけども、ホテルによってポイント数違いますので、東京パークタワーの場合はスイートルーム2万ポイントなんですけども、それ以外のところでは1万ポイントとかのね、宿泊できるホテルがあったはずなんで、ありましたんで、そういう使い方もおすすめとなっております。まあ、1万円分のポイントで、まあ、それが1万円分のプリンスホテルのポイントになって、まあ、それが実際にまあ5万とか6万とかいう部屋で使えるのであれば、まあ、すごいお得ですし、まあ国内の旅行であればね、ANA マイルで飛行機を取って、プリンスホテルでホテルを押さえて、だから本当に現地のお金だけで、まあ旅行が楽しめちゃうみたいな、そんな使い方も、まあ現実的に可能となっております。それではですね、必要なクレジットカードが2枚あるっていうお話をしましたよね。この2つですね。はい。で、間違えないようにね、してくださいね。特にこっちはですね、いろんな種類があるんで、この額面のをね、間違えずに発行していただけたらなと思います。で、私たちはね、私たちはっていうのはおかしいですね。私はリクマイラーですんで、この、クレジットカードの案件、多分ね、こっちは今ないと思うんですよね。昔はあったんですけどね、ちょっと一応調べて、あったらですね、概要欄にポイントサイトも一緒にね、載せておきますんで、もしよかったらそちらから見て、このルートをね、やってみたいなっていう方は、まあちょっとクレジットカード2枚は必要になってしまうんですけども、
ぜひっていう感じですかね。いかがだったでしょうか。今回は、ポイントサイトからプリンスホテルのポイントに、交換する方法を紹介させていただきましたけども、まあぜひね、ANA マイルを貯めている方で、まあ実は、まあ国際線を乗りたいから ANA マイルを貯める人っていうのも結構多いと思うんですけども、まあ私の動画内とかでもね、紹介している通り、まあ ANA はね、今週の特旅マイルっていう、減額マイルキャンペーンみたいな感じで、まあ国内のね、移動の片道のね、必要マイル数が下がったりもしてますよね。まあそういう時に、まあ、一緒に利用できればね、さらにお得に、まあ、国内旅行を楽しめちゃったりしますんで、まあ、一つね、手法として覚えておいていただけたらなと、個人的には思います。最後にですね、プリンスホテルのステータス。まあ、マリオットボンボイと同様ね、プリンスホテルにもステータスがあるんですけども、じゃあそのステータスを、欲しいっていう方ももちろんいると思うんですよね。まあマリオットボンボイ同様、プリンスホテルのステータスも、ある程度ね、宿泊しなきゃ、プリンスホテルのステータスっていうのは、まあ、もらえないものなんですけども、まあ、実はね、手に入れる方法あるんですよね。まあ、それをここで言っていいかね、ちょっとどうなのかちょっとわからないんで、もしね、まあ、プリンスホテルのステータスを、気になるっていう方はね、ちょっと、DM いただければ、そんな難しい話でもないし、ないので、まあ、勘のいい方だったらね、わかるかもしれないです。ですので、もしわかんないなっていう方で、聞きたいっていう方はね、Twitter の DM いただければ、伝授しますっていうのも、まあ、別に裏技じゃないんでね。一応お教えしますんで、もしよかったら DM ください。今回はね、ポイントサイトからのポイントを、プリンスホテルのポイントにね、交換するやり方っていうのを紹介させていただきました。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私のツイッターですね、結構普通の言葉でつぶやいてますし、ポイントサイトの案件とかもね、つぶやいたりさせていただきますんで、ぜひよかったらチェックとフォローしていただければとても嬉しいです。で、私のこの動画のチャンネルではですね、まあ基本的には ANA マイル、ANA に関すること、あと ANA マイルを実際に貯めるね、ポイントサイトの運用の仕方なんか紹介させていただいたり、マリオットボンボイ、ホテルレビュー、飛行機の搭乗レビューですね、あとクレジットカードお得情報、あと私の大好きな街のニューヨークの紹介なんかもさせていただいております。もしよかったらね、ぜひ、高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。